はい、こんにちは、かくすけです。次はですね、ジャンプパーツを手に入れたので、ヒットメンいるかな。ジャンプパーツ手に入れて一応連れて行きますか。やっぱり、あの子も回復ポットに入ってるのかな。足くじいたから、あ、そこまでする必要はないんですね。よし、あ、週の7時32分から、はい、午後11時から。あ、分かったでやんすよ。ちょっと待って、あっちを先に助けたいんだ。それを助けてね。おお、高くなってる。これはいろんなとこに行けるようになるぞ。おお、結構高い。じゃあ足も速くなりそうですね。このダッシュパーツかな。その前にカッパ堂でいろいろ買いたいです。ということで、ハムスタータクシーに乗ってリビングに行きます。はい、タクシー、どうも。はい、リビングです。はい、はい、ここぐらい。もう107個になってましたね。もう随分溜まりましたね。ただね、またなんとかパーツ、エネルギーパックかなんか買うときにお金かかると思うんで、ちょっとずつ貯めておきましょう。はい、お客さん。ほい、カッパ堂です。はい、まあ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 、ちょこちょこいくつか買っておきましょう。あ、飴玉はまだいらないかな。クッキーが結構いいんですね。よし、こんなもんでしょ。はい、気をつけます。エレキ面にならなくてもいいかな。めんどくさいけど、行こう。種をね、大事にします。リビング誰かいるかな。7時41分。あー、そっか、もう停電してるんでしたね。コンセント。さっきのなんだろう。こっから出てきたんだっけ。あ、こっから出てきたのか。壁の裏って書いてないですね。こっち。うわ、すっごい高いよ。高すぎて超えちゃうよ。で、あっちに何かありますね。インゴチップ、はい、7を手に入れたでやんす。階段、あ、もう登れますね、これ多分。へえ、ちょっと脱線しますが登ってみます。あ、ここは登れないんだ。ほい、はい、そっか、結構、あ、ここ、こっから出てきたんだっけ。もう全然わかんないですね。あ、敵だ。コンセントはどこだ。変な音がするな。おーっと、うわ、いっぱい出てきた。いや、植木鉢がありましたね。確かキッチン方面の方に1個あったんですけど、暗くて。お、スペースボーイかな。そういえばね、説明書にパパはね、スペースパイレーツじゃなく、スペースボーイの作者で、たっくんがね、それのファンらしいです。知っててファンなのかな、それとも知らずにファンなのかな。ピカメの能力があればいいんでやんすが。へえ、ピカメなんているんですね。あ、時間切れになりそうだ。あ、発見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 、急いでいくぞ。はい、あ、ちゃ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 、よしよしよし、とりあえず移動までね。はい、あ、間に合った。
56分。あ、そういえば、あ、7時でしたね、今から探すのは。じゃあ6時に一旦戻って、エネルギードロップ結構使うんですよね、やっぱ拾っとかないとですね。はい、タイムワープ、6時に戻りました。はい、よしよし、明るいですよ、まだ。あ、そういえばそうでした、ご機嫌ですね、ルリちゃん。あ、無理か。あれ、上がってきたらどうなるんだろう。あ、はい、スペリンに定食する恐れがあるので。気持ちよかった。オッケー。そうだ、しばらく測ってなかったけど、どうなってるかな。ガーッ、大ショック、こんなに増えてる。はい、動かしたら怒られます。最近お菓子食べ過ぎてたもんね。ちょっと逃げたかったら別発ボタン。今夜からダイエット頑張らなくちゃ。はい、あ、少し待てば視界は戻るはずでやんす。まったく。よし、それでは洗濯機のこっちの方でしたよね。こっちからどうにかして行けって言われたんですけど、まだ無理かな、この感じ。高いですね、思った以上に。うん、ここも登れませんしね。オッケー、じゃあシルバーの方行きますか、やっぱ。よいしょ。うん、無理だ。シルバーはですね、11時ぐらいまでに飛んで、どこにいるんだったかな。11時から12時までって書いてあった気がする。わ、エネルギードロップ無駄にしたな。もう一匹のあの子はどうやって捕まえるんでしょうね。シルバーですよ、またシルバーですよ。どこいたっけ、リビングだっけ。マップ、あ、シルバーのせいか、あの切れたのは。リビングじゃなくてキッチン、キッチンですね。うん、キッチンはコンセント見つけてたはず。あ、いや、もう停電終わってる。はい、ワープ、キッチン、あ、キッチン見つけてない。ハムスタータクシーですね。あ、ここの下だっけ。おい、あじゃあ、あと1回食らったらね、クッキー使います。はい、壁の裏からキッチンへ。乗せて、キッチンまで乗せてください。キッチンへ。ほい、これでコンセントも見つけたいですね。このゲームボスとかいるんですかね、戦いがメインの回とかあるんですかね。はーい、着きましたね、キッチン。久しぶりのキッチンですね。ご飯はもう終わってるでしょうね。シルバーも見つかりたくないと思うんで、人いないと思います。ここは暗いのか。部屋、うわ、あ、部屋に合わせて停電とかしてるのかな。それとも切ってるだけ電気。
はい、シルバーの詳しい場所は、本当にキッチンの方ですね。コンセントもついでに見つけたいけどな。ちょっと赤いですね。なんか嫌な空気ですね。うわ、何これ。あ、撃ってくるやつか。ゴミ箱があって。で、確かあそこのコンロの方だったような気がしますね。マップの、ですよね。どうやって登るんだろう。あ、メッキ目必要かな。あそこにいるのは敵？敵ですね。あ、敵でしたね。乗れない敵でしたね。アイテム使います。はい。あ、暗くて全然見えないよ。メッキ目メッキ目。伝っていく方法はどうもない気がしますね。これは悩みますね。冷蔵庫の近くにないコンセント。もう目が見えない、暗くて。あっちから来れる？ひょっとしてテーブルからとかね。ちょっとやってみます。はい。で、上、あれ飛ばしてくるのですね。一応つながってるタイプかな。行ってみますつながってるタイプだけど、暗い。ちょっと時間戻って、何、8時頃からはもう暗かったからね。9時の間にしないといけないんですね。そうだとしたら椅子も多分登れない。登れる？あそこにコンセント発見。先にちょっと見つけておきます。発見。で、椅子は多分登れない。どっかよじ登れるとかあったらいいんですけど。あ、こっち登ってもね、ちょっとね。あそこの窓伝いは無理っぽいな。それか時間に限定して何かこういうのが動いてて登れるとかもあるかもしれない。いろいろ可能性がありすぎてね、困りましたね。一回 P4 に戻ります。で、カメラ観察、シルバーはできないのかな。できないな。11時。キッチンに誰かいないよね、さすがに。あ、困ったぞ困ったぞ。どうしようかな。バッグ、あ、これか。1個作っておきましょうか。はい、エネルギードロップ。もうタイムワープきついな。一目を無き目にします、とりあえず。で、カメラはちょっと、
ステータスも違うでしょ。やっぱあの子を助けに行くべきなのかな。お風呂誰かいないかな。誰もいないですね。10時から11時までに、拓也とお父さんが一緒に入るのか。まあちょっとエネルギードロップないんで、今そのまま行きます。そのまま12時まで行ったら多分最初に戻される気がするんでね、それですることにします。あとここもね、ジャンプできることによって新たな場所とか行けるようになってないかな。ここも気になったんですよね。じゃあ無理でしたね。ちょっと思い切りが足りなかったかな。下の方にもね、コンセントがあると助かるんですけど、上の方しか見つけてないんでね、コンセント。無理かな。壁の裏ですよね、こっち。これがマネキンで、こっちの方でしたね、そういえばコンセント。これ掃除機の肉吸ったら出てこない。はい、リンゴチップ。ビリヤードですね、これは。ないかな、プラグ。ないっぽいですね、これは。ないですね。ういっ、で、ここにコンセントがありますので、ワープ。はい、とりあえず充電。はい、でバスルームに行きます。はい、バスルームですね。で、あそこ、これは今回は救出できないかな。12時はもうこんな感じで明るいですね。ここはね、一応登れるようになったんですけどね、これじゃ足りませんからね。まだここはもう無理だしね。パウルに捕まって登ることとかできないかな。それとも向き面で飛べる距離が増したから、上の方からはできないかな。これ？ここの壁ってできないかな？ちょっと待って。できないかな？やってみます。無理ですね。他にもこんな感じのムキメの能力が使える場所を探してみます。よしよし。こことかね、この前無理だったんですけど、今はできる。ちょっと狭いな。ちょっと広いな。ここが多分無理だったんですよね。できたできたできた。結構ね、たまたまできないっていうこともあるんだね。たまたまっていうか、ちょっと下手でね。よし、来た、来ました。これ救出できそうですね。はい、こっから。よかったよかった。進んだ進んだ。登って歯ブラシの方ですね。はい、降りました。これなーに。温度計があるのか。あっちも登れる。でも一応こっちからですね。はい、で歯ブラシの方に近づきますと。はーい。もう一本歯ブラシとかないよね、別に。よし、いました。見つけました、先ほど。これ登れないかな。無理だね。細いとこ通っていかないといけませんね。でも敵もいたんで。もう、
あ、ちょちょっとの違いで走っちゃうんで、あ、時間がやばい。そうだった。あー、そっか。あ、でもコンセント発見したんでね。あ、これプックメンですね。連れてきましょう。はい、でも登れないかな。ギリギリ。お、あ、登れないです。プックメンです。あ、じゃあ食らっちゃった。じゃあこれでも取っておきましょう。消えましたね。人が来たかな、誰か。よかった。進めて。うん、無理。はい、時間切れ。よいしょ。はい、戻ります、戻ります。多分6時ですよね。よし、OK。コンセントからコンセントに飛びます。いくら使うんだっけ、エネルギー。あ、そういや、そうだった。うん、コンセント。どこにあるコンセント。多分こっちの方だった気がしますよね。またあそこの狭いとこ行くの。あ、そうだ。あ、忘れてた。はい。一時的に停止ですね。はいはい。遊ぶ、あ、遊ぶじゃない。6時か。どうなってるかな。大ショック。ちょっとね、ここ音が乱れたりするんですよね。最近お菓子食べ過ぎてたもんね。当然かも。お菓子食べ過ぎはちょっとね、気をつけないとダメですね。頑張らなくちゃ。頑張れ頑張れ。オッケー。あ、コンセントこっちにありましたね。はい。はい。はい。で、こっちに行きます。はい。今度こそ行けるでしょう。多分時間は関係ないみたいですよね。今までの感じ。あ、登れました。あー、これで来いって。あー、そういうコンセントっていう意味だったか。あー、オッケー。まあ、ちょうどよかったですね、時間終わって。ほい、これビリビリするのかな？それともいるのかな？もう。これ、あ、いた。はい、了解です。はい。はーい。はい。飛ばせ飛ばせ。うわー。苦しいし。はいはいはい。頑張れ頑張れ。そりゃ苦しいよね。うわー、大砲のように飛んでった。あ、うわ。柔らかいとこだと思ったら。あ、あそこまで行かなきゃダメ？ひょっとして。大丈夫でやんすよ、きっと。はい。あ、カメラもありますね。ああ。よし。こっちからかな。ん？こっち来るぞ。あっち？うん、オッケー、飛び乗れってね。お、オッケー。おー、ちょうど素晴らしい。先にカメラをつけましょう。はい。はーい。うん、大丈夫でやんすか？うんうん。首曲がってなかった？ごめんね。ほら、違うよ。逃げ込んだんだ、あれ。
あんなところって、でもそこに逃げ込んだおかげでこんなものを見つけることができたし。タイムピースですか？うん、でかしたね、でかしたぞ。うん。はい、お前に任せるし。はいはい、ちょっと待つし。お、これダッシュかな、早字ですから。おし、きた、早くなりますよこれ。うんうんうん。首が鳴ったら貸し出し終了ですか。よかった、25分ギリギリ。はい、戻ります。あ、よかった。うんうん、お腹がお腹すきました。結構豪華になってきましたね、この部屋も。うん、いいぽい。変なのあるかな。シースルーシールド、情報屋の源さん。おー、情報屋いるんだ。収納のバケツ裏あたりにいる。裏情報に詳しい情報屋。なるほど。少量の種と引き換えに情報を売っているが、必ずしもお客の欲しい情報が得られるとは限らないらしい。うん、玄関の方の段ボールって教えてくれたのは多分その人です。です。それでは今回はこれくらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。